ゴールデンスランバーは、伊坂幸太郎による日本の小説、同小説を原作とする日本映画。首相暗殺の濡れ着のを着せられた男の、二日間に、渡る、逃亡劇を描いた作品。2008年本屋大賞受賞、第21回、山本周五郎賞受賞作品。このミステリーがすごい。 2009年版1位。著者にとっては2年ぶりの書き下ろし作品である。作品は全部で5部から構成されており、第4部、事件が作品の大半を占めている。序盤から多くの伏線が貼られ、魅力的な人物が数多く登場し、それまでの著者の作品のエッセンスが数多く含まれていることから、 本作発表時点での著者の集大成と評されている。この作品では、主人公の昔の彼女や、大学のサークル仲間といった周りの人たちとの絆が大きな役割を果たしている。これには、人間が生活する上で一番重要なのは、人とのつながりや、信頼なのではないかという作者の考えが込められている。タイトルは、 ビートルズの同名楽曲から引用されており、作中にも、ヘルプ、カムトゥゲザーなどのビートルズナンバーのタイトルが参見される。首相公選制が存在する現代。仙台市では、金田首相の外旋パレードが盛大に行われていた。元宅配業の青柳正春は、数年前に傍観に襲われていた、アイドル、林を。 仕事中偶然にも助けたことで一躍時の人となり、地元では顔を知らない人がいない有名人。そんな青柳は、数年ぶりに、大学時代の親友、森田森我に呼び出される。森田の様子がおかしいことをいぶかしむ青柳に、森田は、お前、オズワルドにされるぞと告げる。何のことかわからない青柳だったが、その直後に、首相は、 どこからともなく飛んできたドローンの爆発により暗殺され警官が二人のところにやってくる。お前は逃げろと促された青柳はその場を逃げ出し車を後にするが森田は自動車ごと爆殺されてしまう。その頃街中では早くも青柳の顔写真や映像が繰り返し流され首相暗殺犯として大々的に報道されていた。青柳は 警察やマスコミを意のままに捜査できる大きな何かが自分を犯人に仕立て上げようとしていることを思い知らされる。青柳は様々な人々の力を借りて逃走に次ぐ逃走を重ねて2010年1月30日に公開された。伊坂が原作の映画は以前も一部が仙台市内で撮影されていたが本作は全て仙台での撮影となった。 原作の舞台となった仙台市の各所で2009年5月からロケが行われた。撮影には仙台、宮城フィルムコミッションや宮城県警、東日本放送などの協力で同年7月にクランクアップとなった。第2回仙台シネマ認定作品。2011年3月12日に富士テレビの土曜プレミアムで地上波発放送される予定だったが、 前日の3月11日に本作の舞台である東北地方で東北地方太平洋沖地震が起こった影響で休止となった。その後、同年10月1日に改めて放送された。キャストスタッフ本作の音楽監督を務めた斉藤和義によるサウンドトラック。歌手カードには斉藤と中村義弘監督の対談トライナーのオツが 掲載されている。ゴールデンスランバーズ、1時40分春の日、1時53分、森田と青柳、3時24分逃亡のテーマ、4時24分、悪魔のエレベーター、1時34分逃亡のテーマに、1時31分、キルオ登場、1時46分春の日に、2時6分、死んじゃう、死んじゃう、2時58分、岩崎の裏切り 1>, 1時47分花火、マンドリンバージョン、1時31分作戦のテーマ。5時57分花火、3時5分ゴールデンスランバーズ、インストゥルメンタル、2時1分救出のテーマ、2時30分、絶望の公演、2時30分ランナーウェイ、インストゥルメンタル、4時24分ナスの花、3時54分、幸福な朝食退屈な夕食、8時16分、 ランナウェイコンな雨メジャー、4時34分2010年8月6日、発売。発売、販売元は、アミューズソフトエンタテインメント。演劇集団キャラメルボックスが2016年11月30日から12月4日に、新神戸オリエンタル劇場、12月10日から25日に、サンシャイン劇場で、舞台上演した。脚本は、ナ井豊か。 2018年2月14日に韓国版映画が公開された。監督はのドンソク、主演はカンドンウォンとハン・ヒョジュが務めた。2018年1月17日にソウル市行われた制作報告会にて、主演のカンドンウォンは自身が原作に触れ感銘を受け、制作会社に提案し実現した映画化だと語った。監督は 韓国の観客の思考に合わせて客色したと語っており、ストーリーは誰も信じないで、そして必ず生き残ってというキャッチコピーのもと、ソウルの光家もで発生した大統領候補の暗殺事件の犯人として追われる男の逃走劇となっている。あらすじは似ているが原作には登場しない人物が多数出演している。カッコ内は日本語を吹き替え、 ありがとうございます。